河合のグランドピアノ NX40 が届きました。製造番号が2137744というモデルですが、すっごい綺麗ですね。状態はいいです。擦り傷はありますが、これはもう磨けばすぐにね新品の状態に戻りますので、ペダルも綺麗ですね。であんまり使ってないですね。あそこ減ってないのでね、あんまり見たらわかるんですが、人工造形のピアノになりますね。でこの NX40 っていうのは私が河合楽器を退職する直前ぐらいに出ていたモデル でめちゃくちゃ私ねびっくりしたんです。このピアノ出た時にですね、今までは GS30、CA40、 そして、この流れとしては NX40 が出たんですが、出た時にいやー河合楽器変わったなって感じしたんですね。印象的なすごいなるし、でもってうるさくないし、ふくよかな膨らみのある、音がする、まあ河合特有の重低音が出るピアノで、その後見てるとシゲル河合が出てきたじゃないですか。あの流れなんやなということが分かったんですね。ですから、まあ、中古ピアノを探しの方でシゲル河合ってめったに出ないじゃないですか。新品はもう6ヶ月待ちとかで、なので、このシゲル河合欲しいけどあんな感じの音のもうちょっと 手が届くようなピアノないかなっていうと、もうこれですね。私はもう一押しです。河合のグランドピアノの中で結構この NX40 はもう大好きなモデルなので、これ一回音聞いてもらったらいいと思いますが、まず音のねパワーというか音圧がすごいんですよ。ボーンってきますからね、聞いてくださいね。いきますよ、低音いきますよ。これ C3 クラスなのでね、中型なんですが、河合のピアノは重低音がすごいね。中音部この辺の音のポーンと返ってくる感じはもうまるでシゲル河合みたいなイメージを私持ってます。高音側めっちゃ綺麗、綺麗な音、澄んだ音ですよね。では、これです、これですね。音を聞いてもらいたいと思いますが、いきますよ。あ、ちょっとね新しいこのあれをしたんですが、この立てるやつをこれ映るな、ここちょっとね画面どうしようかな、これ立てるのにこれはしまったな。ちょっと閉めますね。これでいきます、こういうのいきますね。はい、それでは音を聞いてください。重点音聞いてもらうのはこれがいいかな。鍵盤調整が必要ですね。これちょっと引っかかってますね、多分ね、何かで。で次ですね、中音部の響き、高音聞いてもらおうかな。高音はねこれが分かりやすいんですよ。ものすごい太いんですよ、音が、ふくよか。まあ弾けば分かります、生でね。で、音の伸び、本当にすごい音してます、ね、中音部なんか分かりやすい。こんな感じですね。最近、グランドピアノの在庫がなくて続々と今入ってきましたけど、これはですね、ピカイチですね。もうとにかく1台しかないので、早く弾きに来てください。もしくはもうネットでプチでもいいので押さえちゃった方がいいと思います。本当1台限りなんで、まあ、それぐらい、超おすすめの、河合のグランドピアノが届きました。 NX40 です。強烈です。